で最初があのキューマリス活動の概要ですけども、これはあの今伊藤さんの話をされましたように、あの提唱された宮田さんが話をするのが一番ふさわしいと思うんですが、ちょっと体調不良ということで、詳しくはこの宮田進という先輩が書かれた世界を走る901というこの本が電子出版されております。この本をご覧いただければよろしいのではないかと思っております。ということで、あの私はもうあの門前の小僧なんですけども、あのごく簡単にお話をさせていただきます。あの901活動の始まりというのがちょうど昭和の終わりの頃ですから、1980年頃だと思いますけども、あの日産自動車はその低迷していたと。で1970年代の頃ならば、まあ、あのトヨタと並んでなんとか2強の地位を保っていた。要するに月別の登録台数でトヨタに勝った負けたとか言って何勝何敗っていう話をしてました。それがいつの間にかここに書いてありますように、84年には年間生産台数でもシェアを 20% を割ったと。それで86年には営業損益で初めての赤字に転落してたということで、あのまあ、あのいろんなことが振り返ると分かるよと書いてありますが、要するに硬直状態にあったと。組織の硬直、思考の硬直、そして加えてあの市場の硬直もあったと。それでそんな時にあの日産があのパイクカーとして日産あの B1 っていうのを出しました。それで、まあ、B1 っていうのはそれなりにそのまあそれなりの評価を得ましたけども、そういう、まあ、言葉は悪いんですけども、エンジニアとしてこういうことで評判を取ったことで本当にいいんだろうかと。やっぱり我々に技術の日産だじゃないかと。で1970年代はどうだったかと、さっきありましたあの初代 GTR が50勝以上したとか、あるいは R38に381、382はグランプリで勝ったじゃないかと、サファリラリーでも総合優勝を何年か続けたよねと、そういう技術の日産を復活させようじゃないかというのが狙いです。それで901活動の第一次活動というのはいろいろその当時宮田という人があの実験部に行ったこともありまして、そういう経験を踏まえて、やっぱりいい車を作るためにはインターナショナルテストコースということで、アメリカだとか欧州大陸あるいは優秀に車を評価するテストコースを設けようと。あの常設のコースじゃなくて、その要するに季節の道路をちゃんと決まったパターンで走って評価するようにしようということ。またその評価できるようなエクセントドライバーをやっぱり作んなきゃいけない。それから有利が独走になってはいけないので、信頼できる社内の審査者を力を借りるような作戦を立てよう。それから市場の信用回復作戦というのは、いいものを作って商品としてお出しして市場に認めてもらわなきゃいけないだろう。それから5番目が特許とか論文をたくさん出して、やっぱり技術的な裏付けもきちんと皆さんに分かっていただこうということで、第1次の目標としてはキャッチ・ザ・ GTI っていうのは、これはゴルフの FF の車はゴルフの GTI だと。それから944っていうのは FR の車がポルシェの944ターボ、これはフロントエンジンリアドライブなんで、ポルシェの944ターボをターゲットにしようということにしました。でこれは同じことの繰り返しになりますけども、プロジェクト901というのは1990年代までに運動性能で世界一になっている、世界一になるというターゲットではなくて、今流に言えばなっているですからコミットですね。これはですから言い訳なしの活動で、日産の人は頭がいいもんで、できない理由はいくらでも言います。ですからそれを全部かけて、でそれに対してどうしたらそういう言い訳をしなくなるか、またそれも全部かけということで、まあ退路を断ってやったと。
まあ、その結果がまあ毎日御前様になったとかそういう話はあったようですけども、まあ、そんなふうに聞いております。それでその日産自動車の運動性能の理念ということで走りの理念というのを構築しました。これは後ほどご説明申し上げます。それでここにあります Z32 フェアリーですね、がそれから R32G50P10 での世界一の挑戦ということは Z32 と G50 がアメリカでの901の成果を織り込む車、 R32 が日本市場向け、P10 プリメーラがこれはヨーロッパ向けということです。それでまあさっき繰り返しになりますがニュールブルクリンクでのテストだとかエクセレントドライバーの養成などをやりましたと。で901活動としては、まあ、走りの理念をより多くの車に拡大するということを90年代から2000年にかけてはやろうということを目標としました。それでこれが作りました日産自動車の走りの理念ということなんですけども、要はドライバーがここにいまして運転操作をします。そうすると、まあ、意のままに操るっていうことはドライバーのステアリングとかアクセルとかブレーキといったものの期待通りに車が動くということと、あとは一方では横風だとか路面不正だとかそういうドライバーが意図しない、余計な動きはしないと、そういうドライバーの意のままに操る車が動いてくれると、いわゆる車からドライバーに対するインフォメーションといいますか状況が分かりやすくてインフォメーションが与えられるということで、こういう楽しい人馬一体感ができると、まあファントゥドライブといえばファントゥドライブかもしれませんけども、まあ走りの理念というと硬いんで、当時では意のままに操る走りの楽しさというふうに呼んでおりました。それからこれがハードウェアで、先ほど伊藤さんの言っておられましたダブルウィッシュボーンというのが左側です。まあ、それに対して実際にスカイラインはじめマルチリンクで開発するのは右側の絵になりますけども、こういう FR で、まあ、ある程度幅が決まった中で、ダブルウィッシュボーンを採用しますとアッパーアームが短くなっちゃうというような制約条件があります。それに対してサードリンクを用いてアッパーアームを長くすることによって、タイヤのこのキャンバー変化をコントロールしやすくしようというのが概念です。でちなみにこの絵は宇野くんっていう当時の写真設計の会員が車両運動性能と写真メカニズムっていう本を出しました。これもさっきの901のターゲットの一つでありますけども、この本は大体日本の自動車会社の、サスペンションエンジニアは必ず買って読むという本になっているそうです。それで、イメージがお分かりになりにくいかと思いまして、四輪マルチリンクはどんな構造をしているかというと、これがフロントのサスペンションです。構造的に解析したものはこれで、ローアームがあってここにサードリンクがあって上のアームが出てますけども、このローアームはこういうふうに動くのに、この斜めのリンクはこういうふうに動くということで、ちょっとここが引っかかるところがありました。それでこれはリアのマルチリンクで、これが下側のサスペンションアーム、これが上側のサスペンションアームです。それで、この他にこれはいわゆる設計した時のアライメント解析なんかする時のシミュレーションやる時のモデルです。これはどっかにあったんでちょっと持ってきました。それでこれがスーパーハイキャスという後輪のソーダですけども、これは後ろのサスペンションを後ろから見てます。こちら側が前になります。それでここにステアリング、まあ、いわゆるギアがあって後輪を操作します。
で、ここにありますようにスーパーハイキャスというのはコーナーに入ってこういう左旋回するときに一瞬タイヤが右後輪が右に切れます。それでその後は同じ前輪と同じ方向にタイヤが切れて安定するという非常に曲がりやすさと安定性を狙ったハイキャスでした。まあ以上が駆け足で申し上げましたけども901活動の概要です。それで8代目サンニースカイラインの開発ということで今伊藤さんが話をされたことに対して実験手段としてどういうふうにしたかというような話をさせていただきます。でいきなり実験手段といってもお分かりにならないと思いますので実験手段ってどんなことをしたのどんな仕事をするのそれから3人に対してどんなことをしたのかという話をさせていただきます。で実験手段というのは担当プロジェクトの開発品質保証責任者だと分かりにくいですね。要するに自分がスカイラインならスカイラインのハードウェアに関しては全部分かってろということです。会社の組織っていうのは、開発部門でも商品があり開発があって開発の中でも設計実験試作だとか造形だとかいうのがあります。その他に製造工場もあるし品質保証部門だとかいろんなこう縦割り組織があります。それに対して伊藤さんもそうですけども横にスカイラインならスカイラインということで見ていましてその中でも私はそのハードウェアを見てろと要するに組織が大きい中でスカイラインのあれはどうなってるかというのを分かってる人間がいると問題があった時に捕まえてバカ野郎どうなってんだよと怒りやすいっていう、怒られ役みたいなもんですよね。で商品主管伊藤さんという商品主管のを天皇陛下とすればですね、商品主管という左大臣がいて実験主管は右大臣だというふうに自分はそう思っていました。どう思っていたか伊藤さんが思ってたかそれは知りませんけども、それで実際にやることは伊藤さんの作られたさっき言われたコンセプトそれを具現化して、日程通り車として発表発売に結びつけるということを仕事として命ぜられました。だからこういう目標を達成するのに必要なことは全て行うっていうか行えでしたね。で実際に当時は本席は村山に車両実験部があったものですがそこに本席はあります。だけど、FF は村山のテストコースで FR は前輪FR の車は栃木のテストコースが本席みたいなもので、いましたけどもどう言えばいいんですか開発部門は NTC というのは厚木ですよね。そこには造形設計試作それから実験の台上実験ベンチはそこにあります。それから実車はもちろん栃木になります。それから生産工場はどこかといえば村山です。でエンジンは鶴見で作ってるし当時の新小安といった方がいいのかな。でエンジンの実験は鶴見にありました当時は。それですからそういうところを全部駆けずり回らないと情報が取れないというのは今から30年以上前です。だから今だったらイントラネットで簡単でしょって皆さんパトソン30数年前ご自宅にあったでしょうかとワープロが皆さんお買いになったかどうかぐらいだと思います。それから携帯電話夢のまた夢ですよね。自動車電話がちょっとでき始めたぐらいでこんな大きな重たい携帯電話ができたくらいで要はに必要なところに行って情報を取らない限り情報は集まらないと。でもどう言えばいいんですかメールでやり取りするんじゃなくてフェイストゥフェイスで話を聞けばいろいろ非常にこう必要なこと以外にもいろんな情報が入ってきますし
相手が顔色を見て本気になってやる気になってるかなってないかを見て、まあもうとにかく説得すればいいわけですよ、やってほしいという。で説得するっていうのはまあ口で言えば、口で暴力以外の口で使うことではなだめる、すかす、脅す、何でもありですから、とにかく自分がやりたいようにやってくれというふうに説明すればいいと。で実力行使したのは1回だけで、それはまあ後ほどお話ししますけども、ETS に開発の時に1回だけ実力行使をしたというだけです。それで具体的にどんな内容をしたのかと言いますと、車の開発のプロセスベースでいけば、次のモデルの目標性能を立てる、コンセプトベースでこれを目標性能にして、設計が設計できるように立案していく。それから伊藤さんの言われたように、例えば次のスカイラインはマーケットは日本だけなのかアメリカだけなのか、それから車型はいくつか、エンジンは何種類あるのか、トランスミッションはいくつか何種類か、それから肉4区かということで、だいたいそのマトリックスで試験車が何台かというのは決まります。それで同時に実験でしなきゃいけない項目も決まってきますので、それを決めて試験車台数を商品本部に行って作ってもらいます。それでできてきた試験実験車両を各課に、実験各課に配って、実験を進捗して各節目ごとに、進捗状況を取りまとめるということをやります。それで開発部門での確認が終わったら、製造部門に移管して、製造に入る。それで工場で車を作ってきたら、その品質が生産で我々が確認したものと同じかということを確認して、それから、発表発売間際になると国土交通省の公式試験の受験をします。それからあとは新車発表会前後のイベント、発表翌日に出るすべて本という本がありますよね。1日でどうして本ができるのかよく分かりませんけどもまあそういうものだとか、いわゆる新車試乗会というのがあります。で新車試乗会で一番気をつけなきゃいけないのは、広報の人間が乗って壊すこと、これが一番危ないんですよね。そんなことをやります。でこれがこれ自動車技術会のあれから持ってきたもんで、プロセス、開発プロセスです。でこれ下がこれはいわゆる21世紀ですか、2000年以降のコンピューターが入ったデジタル世代の開発ということで、我々がやったのはこの上のアナログ時代の開発です。それで企画があって、ここで伊藤さんがコンセプトを立てます。それで仕様なんかも決まりますから、コンセプトをどうやって目標性能に落としていくか、それから試験車台数何台ぐらいいるのかっていうのを決めて、あとはそのモックアップでどうのこうのとかいうような事前検討できることをやって、ここがモデル決定といって、ここでもう全て決まります。それからあと実際には約2年ぐらいですかね、モデル決定をベースに図面ができて、試作車が1回2回ぐらいできますかね。それで工場の試作車もこのぐらいから立ち上がって2回ぐらいやって、それで、立ち会い試験を受けて量産を開始するという、こういうのが、これが開発プロセスです。これはモデル決定を揃えて書いてますけども、一般的にはこの発表発売を揃えて考えれば、このコンピューターを使った開発自体はもっとこう後ろに来れるわけですよね。それで企画の段階とか調査の段階を長く取れる。それでなるべくお客様の志向に合った車をなるべく短期間で開発するというのが今日の開発になります。これちょっと余計な話でした。それでじゃあお前は R3 に開発するときに何をやったんだということになります。
でこれはグループ A のホモロ系の車っていうのはいかに無骨かっていうのは、これはアウディクワトロスポーツというグループ B の車がオッパマでの特殊部隊が開発したものがあったもんで、それを長谷美さんかな、アウディを買って、関東のどっか雪のあるところでテストしてました。その時に偶然我々もそばに行って乗っけてもらって、いかにホモロゲモデルっていうのは無骨かってことがよく分かったと。それから R31 開発時の不具合の再発防止というのは、これは実験したのが31がなぜ不具合があったかっていう反省をしたのと、あとは伊藤さんが例えばエンジンが調子が悪かったのはなぜかというような話をされたんで、じゃあ3人の時は試作の1号機のエンジンが非常に調子が良かったんで、騙されないようにマスターエンジンとして取っておこうと、として確保したとか、それから R31 の GTSR 最終的に800台ぐらい作った、これで学んだことは要は高性能車を開発するときには従来の実験基準を目視してればいいというものではないということがよく分かったということですね。それで901活動は、車両901活動と私は思ったというのは、その車種屋さんがいくらいい足を作ってもアクセル踏んで2年経ってパワーが出るエンジンではしょうがない、それからエンジン屋さんが頑張っても足がへぼければしょうがない、エンジンと足が良くても例えばシートのホールド性が悪ければ、これはまたお客様に評価していただけないというようなことで、車って所詮ユニットの集まりではありますけれども、トータルバランスがいかに大事かということが分かったんで、車両としての取りまとめが大事だとなと思ったんですけど、901活動とか言うとまたいろいろ問題があるんで、それはどうでもいいんで自分がやればいいんだなというふうに思いました。あとはコンセプトの明確化ですけども、これは例えば簡単に言うと、伊藤さんのが GTR は究極のロードゴインカーだと言われました。でさっきの話の中にありましたけども、ソーラーに流れてお客さんも取り戻す一方、レースでも勝つと、それで例えばこういうふうに答えが分かっていればそれは分かるかもしれませんけども、こういうものがない段階でソーラーに行ったお客さんも取るし、レースでも勝つと一体どうしたらいいんだと、みんな開発部門の人間のイメージが分散しても困るなと思ったもんで、これはレースで勝つということを分かりやすく言いました。それから GTR 2リッターでも4駆っていうのがありましたので、これはさっき言いましたように開発時期をずらしたというのは、要するに901の2駆と4駆がここに同時に来ると、伊藤さんさっき言ったようにあまり正直に申告しなかったんで、開発個数がそんなにたくさんくれたわけじゃないんですよ。どう言えばいいんですか、基準普通の車を開発するときに人物の金って4ドアセダン1個作るときには1あるとすれば、フロアをベースに開発した車はコンマ8ぐらい、それからトゥードアクーペみたいな派生車は1に対してコンマ2とかね、そういうような割合でしか資源は配分されません。ですからそこで肉と GTR4 系を同時に限られた号数の中で開発をさせたら、これは二正面作戦だって大体失敗するというのが教えてくれてます。でじゃあどうしたらいいか、まず肉をきっちりやればその次のモデルは確認だけで済むだろう、個数が浮いてくる。そこで、もう一つは不具合を出した車から GTR あるいは四駆を開発すればなんとかなるかなということを思って、3ヶ月ずらしたいというふうに伊藤さんのところに行きましたら、顔を真っ赤にして冗談じゃないと、何考えてんだこのバカと、日頃温厚な伊藤さんがガンとして認めなかったですね最初は。それで、でもなぜかっていうと、さっき言われましたように
8代目でスカイラインのイメージを復活させるんだと、そのイメージリーダー化が遅れていいのかというのと、それから R30 でツインカムを出して、ツインカムターボを出して、さらにそれにインタークーラーまでつけた、半年ごとぐらいに出したんですかね。それでお客様から大不評になりましたと。そんなことをやっちゃいかんということで伊藤さんが怒られたのは、それはまあよくわかりますけども、そうは言ったってじゃあとんでもないことになっていいのかということで、まあいろいろお話をしたら、まあじゃあ発表は同時、発売はずらすというところで、まあなんとかですね、折り合っていただきましたということです。で、あとはニュルブルクリンクで開発したっていうのは、これもまた開発したっていうのは日産では初めてだと思います。今まで欧州で発売する車はニュルブルクリンクを走ってきましたという報告があって、特に問題なく走りましたと。だから大したことないのかなって舐めて買ったのがとんでもないことだったですね。要はニュルブルクリンクっていろんな走り方があって、お金さえ払えば誰でも走れる、 NATO 軍の戦闘車両でも走れるような、そういう、まあ、一般的な人が走る時間帯枠と、それからプロが走るタイヤメーカー、車両メーカーが新車開発なんかに使うプロ専用の時間帯があるわけです。そこで走るのではまるっきり走り方が違うってことが言って初めて分かったと。ここで同じことを言ってますけども、走りの性能ナンバーワンっていうのは、要するにニュルブルクリンクに行ったのもナンバーワンの定義って何だということですけども、ポルシェ944がニュルブルクリンクを8分40秒か45秒ぐらいで走ってました。それはビデオで見てます。だからそれよりも早ければ、まあ世界一かどうかは分かりませんけど、ナンバーワンのレベルにはなったと言えるんではないかというふうに、勝手に決めました。で、あとナンバーワンを目指して初めて見えてくることっていうのは、要は課題を追っかけていけばまた次のステップが見えてくると。でもナンバーワンここでいいやと思ったら、もう課題は課題じゃなくなるっていうことで、どこまでまあ、いわゆるパーフェクトを目指して頑張るかということなんですけども、ニュルブルクリンクって北コースとグランプリコースが今あります。で、ちょうど我々やった頃はここからスタートしてこうやって 20.8 キロぐらいを回るんですけども、こうやって見るといわゆる平らなように見えるんですけども、高低差が300メーターあります。で、こういう絵だと分かりにくいんで次の絵をちょっとお見せしますけども、これが今、ここが今言ったスタート地点で、ここにアデナウっていう町に向かって、ここから300メーターぐらいこう走り降りてきて、それでまた登って最後残り2キロのストレートを走るという、さっきのコースをこれはこっちの方から見てますけども、ちょっとスケールが合ってなくて申し訳ないんですが、こういうような、いわゆる何て言えばいいのかな、ジェットコースターのコースを持ってください。要するにここからダーッと落ちてまたずっと上がってパッと走るという、日本にはないコースで、ここで初めて行ってインダストリアルランニングっていうそのプロの走りで走り出して、まあ痛い目に遭ったと、徹夜が始まった。で、ちなみに1920年代に作られた頃は北コースと南コースがあったそうです。で、だから今でも北コースという名前が残っています。で、これは R32 のトゥードアクーペも901ターゲットっていうことでヨーロッパに持ってきました。確認をしています。で、次はこれは GTR はアウトバーンで走ってますけども、ちょっと違うように見えるかもしれませんけども、これは皆さんの目の錯覚ですから、これは気になさらないでください。
これはニュルブクリンクをコース内を走っている写真です。でこういうインダストリアルランニングの時にはコースの外から写真撮るのはこれはしょうがない、これはもうしょうがないですね、確信犯に撮られるんだからそれはしょうがないなと。で実験隊は我々はそのスタートポイントの、ところで一遍走り出したら9分ぐらいは帰ってこないわけですから、ここでずっと待って時計を見て9分経って帰ってくるか帰ってこないか、それが一番大事なことと、それからランラップしたかという記録をずっと取っていました。でまあ初めて始めたんで、これはあの行った頃はちっちゃなガレージを借りてやってました。これはあのモザイクかけてもこのモザイクキャンセラーまで消されるところがあるんで紙貼ったんで 見えませんから、これはあのこんなちょっと車 あのフロントがどんな風になってるかちょっとあまりお見せしたくなかったんで紙を貼ってますけども、だいたい一周走るたびに、さっき あのフロントの足回りのブッシュのところが緩んでないかとかハブが割れてないかとか一周ごとに確認をしていました。ですからあのヨーロッパのプロからすれば一周ごとに確認して何だということで、まああれですね、バカにされてました最初は。でこれはそのガレージの中でもう何を要するにカップラーメンこういうもんでしたか、これはアルガムのスーパー行って買ってきたりしてましたけども、まあ要は実験しに行ってんねんだから食事の時間なんか極力短くしろという実験隊の隊員から厳しい申し出があって、こういう体制でなりました。でこれはあの944と、まあ、あのテスト車が走っているところです。置いてあるところですね。でこれはもしかしたら米村さんになかなかいらっしゃるなとでニコニコしておられるんですけども、なんでかっていうとこ の, あのビールかワインかこの看板に向けてランチタイムで喜んでこれだけになっておられたと。でこれはその当時の実験隊 の, あのメンバーがコースの反対側にあるテスあの控室みたいなところがあって、 BS 太陽さんは5年ぐらいずっと通ってやっとこの小屋に入れるようになったと。で我々はそのご利益をそのまま頂戴してスッと入れて寒い中小屋の中で助かったなっていうことで BS さんには大変お世話になりました。この方はなんか清水和夫さんにちょっと似てますよね。でこれがあの伊藤さんのサンディ GTR と、もうこれを発表間際の頃の伊藤さんです。まああの頃は私も悪かったのかなっていうような感じで、すが時間ですね。どうしましょう。大丈夫ですよ、あのちょっと押して始まったんで。そうですか。あと7分ぐらいあります、はい、サンディ GTR の市場不具合はどんなのがあったのか、あその前に言いますと GTR が大体完成したかなっていうのはあのニュールでドライバーがいわゆるヨーロッパの例えば BM だとか他のメーカーのドライバーが行くと避けるようになったと、要するにプロの世界では速いもんが絶対速いんだからということでプロが見てるということで、まあなんとかものは開発が成功したのかなというふうに思えたということと、あとはジャーナリストの方がドイツの某メーカーに行かれた時に初めて買った国産車が日本車が GTR だと、それが何台か並んでたと。で今じゃあの散々最初の頃は電製のものなんてバカにしてましたけども、今では元祖みたいな顔していろいろ宣伝しておられますよね。どこのメーカーとは言いません。それで 32GTR の市場不具合でどんなにがあったかって言った時に、クラッチの摩耗とブレーキの容量不足というのが言われました。市場からの声ではシグナルグランプリやって次の信号で急ブレーキを踏んでまたそれを繰り返しやったって、どうもサーキットの走り方に似てるなぁとは思うんですけども、お客様はサーキットはクレーム対象外ですからそういうふうにはおっしゃいませんでしたけども、でこれに対してはその後の V スペックっていうことでプル式クラッチにして
押し付け力を強化したことと、柔軟インチタイヤを採用して、ブルームブレーキを採用して、対応しました。あと、50タイヤのワンダリングって、あの幅広、扁平タイヤ、50シリーズの扁平タイヤを使いますと、路面不正によって、ちょこっとあの車両があのニブリングっていうような、あの挙動を示します。それでお客様からあの路面不正の挙動がおかしいというクレームが来ました。でまあタイヤの性能を落とすかサイズを変えれば直りますけども、そしたら GTR フォロスコードになるんでどうしようかなと思ったら、よく見たらあの不具合を伝えてきたディーラーさんが栃木のすぐそばだったんで、あの実験部の人に悪いけど944でそのディーラー行って乗ってもらってよと、ポルシェの方が僕らよりももうちょっと挙動が激しいからということで確認していただいたら、まあそれ後クレームは一切出ませんので何もしないでも済んだって非常に助かりました。まああのポルシェには悪いことしたかなと思いますけども、まあしょうがないですね。であとはどうしましょう、あの時間が押してますので、でもあとまだ5分ぐらい、5分ぐらい、じゃあ5分でやるようにします。5分ぐらいでまとめていただければ。まあ33 GTR の開発のポイントは、まあポイントだけいきますと、32 GTR の正常進化ですと。だけど自分が一生懸命やった32が今度は33回見れば最大のライバルだと。それからあとはやっぱり続けなきゃいけないなっていう継続の重要性、それとやはりその時点である最高の技術を投入しようということで、車体補正とか前後重量配分だとか、あとは32でできなかったことへの挑戦ということで、これはル・マンに挑戦するっていうようなことをやりました。でイメージとしては制度のバランス、速さっていう時に、まあ、正常進化すればこうだということで3人に対して V スペックになって、本来あの新型の33の実態はこうだけども、やっぱり3人に対して33の良さを訴求するためにはどうするかって、まあ、これまたバカな粗相上で、じゃあニュールで速ければいいんじゃないのということで、新型の実態の V スペックはエクスペディアというポテンザじゃないタイヤを使って、なおかつ当時の商品本部長から、8分2、3秒でラップできるんだったら台代わりの7分台で走れという非常に無茶苦茶な命令を出されまして、まあなんとかしたということで、実際に何をしたかっていうのはここにありますように、走る曲がる性能を向上するためにどういうことをしたかっていうことをここに書いてあります。で、まあ具体的には重量配分を良くするために、バッテリーを後ろに置いたり、ガソリンタンクを床下に置いた、それからエンジン屋さんも一生懸命協力してくれて、インタークーラー、フロントのオーバーハングのインタークーラーを軽くするとか、いろいろ協力してもらってやりました。まあ、こういうことでやりまして、あとは車体の補強、これはさっきありましたようにガソリンタンクをリアの後席の下に持っていったもんで、ちょっとメンバーのつながりがうまくなかったようです。それで開発ドライバーの加藤博士から何とかしろと言われて何もできないと言ったら、彼が下に潜っていろいろ考えて車体補強をしようということを考えてくれました。それからこれはアクティブ ULC ってリアのデフですけども、四式多番クラッチを入れて、従来の四輪駆動で縦方向の駆動力配分をしたのに対して、左右の後輪左右の駆動力配分をするようにしました。でこれをアテーサ ETS プロということでやりました。でここにさっき伊藤さんが言ってました四式多番クラッチの耐久性が不安になってことで、ここにビスカスカッピングを入れようとしたんですけども、ビスカスを入れると若干挙動に時間遅れが出るんで、やっぱり世界一の走りにならないだろうということで、これを取るためにどうするかということで、ビスカスがありなしで、どっちがいいか
開発の設計、あの四駆のトランスファーとデフの担当者、分かったと。で加藤博士の隣に乗っけて、分かったというまでは降ろすなということで、ディスカスありなし、単にアクセルのコントロールだけで違いを出したようですけども、それで分からせて、見事ディスカスなしになりましたと。で、33以降はさっきお見せしましたフロントのマルチリンクも横剛性を高めるために通常の二股タイプに直しましたということで、33の開発をやりましたと。で、じゃあ次は34はどうしたかっていうと、最新の GTR がまあ自画自賛ですけど最高の GTR にしようということで、日産の走りの理念を最高のレベルで表現するんだと。で、新しいのもとしては6速ミッションとかマルチディスプレイとか吸力のデバイスを使おうというふうにしました。で、これはさっきの走りの理念の上に、今言ったようなことを書いて、それで34の GTR を作ろうということをやりました。で、これはその走りの楽しさの開発テーマということで、まあコンセプトみたいな、こういうことがさっきとダントツに早いと、そのためにはどうあるべきか、例えばブレーキ性能の向上だとか、それからこちらにはやっぱり気候的にどういうことが必要かということを書いて、でこの下に本当は目標とする数値を書けば、コンセプトから実験の数値化ができるという品質機能展開の手法ですけども、こういうことをやって目標性能とは作っていきます。でこれはまあよくて、これはそれで34で33の時に非常に車体剛性を補強するのに苦労しました。で34開発する際に33ベースでこの C ピラーちょっと見にくくて申し訳ないんですけど、こう切開して設計が補強部品を手配してくれました。非常にこの村山の生産性も考慮した上での合理的な設計で、33の時には非常に苦労しましたけども、設計が協力すると非常にスムースにいったという例です。でまあそういうことを、これも同様 の、 車体構造をさらに GTR で補強して、まあこれは車体構造解析っていうのは特に、車の挙動でやっぱり評価ドライバーおかしいというのを台上で解析してもなかなか分かんなかったのを、歪み計を200個ぐらいつけたらやっと分かったという、まあ、当時の計測技術の問題もあったんだろうと思います。そんなことを言っています。でこれはあとはブレーキ冷却の流れっていうのは、いわゆる性能向上をただでやるにはどうしたらいいかということで、空気を使えば、例えばブレーキ の熱気をいかに早く抜いて冷却性能を向上させるか、それからリアのダウンフォースをどれだけ、多く増やすかということ、それから上から押し付けるだけじゃなくて下側の空気の流れをコントロールすることによってダウンフォースを増やすということを考えました。でフロント の、 いわゆるアンダーカバーとリアに、これはドライカーボンの、アンダーカバーを作りました。当時でも高かったんですけども、今はスペア部品で買うとものすごい高い値段だそうで、保険屋さんが非常に困ってるそうです。で現物がこういう感じになります。これは34の英国仕様のカタログの写真です。でこれはマルチディスプレイというのは、 GTR のユーザーって皆さんいろいろ小さい置きメーターをたくさんお付けになって、フロントピラーにつけたり、あるいはグローボックスの中につけたりとかいろいろやったんですけども、まあやっぱりそういうものは機能をきれいにまとめて見せた方がいいんじゃないのと思って、こういうものを作りました。で今は今日ではほとんどこういうふうな、いわゆる電子メーターが主流になりつつありますね。それからあとは
このいわゆるドライバーのシートで、個人的な好みかもしれませんけど、革シート作りたいなと思って革シート作れたら、あのこんなあのホールドが湾曲が強いものはできませんとメーカーに断られました。あ、そうということで、あの引き下がってた時にたまたま NTC でコノリーが技術展示をしてました。もう今はあのコノリーって潰れてないんですけども、で本革シートできないかって聞いたら、まあサンプル1個よこせと言われて、6ヶ月ぐらい経ったらきちんとこういうのができてきて、これは英国仕様は英国に輸出した GTR の 全車採用しましたけども、あのできるとなると今じゃあみんなできるようになるっていう不思議なもんですよね。でもうこの頃は3233の頃はニュルっていうと、徹夜でしたけども、この頃はもう北海道のテストコースもできてましたし、アップダウンもあったんで、だいたい北海道で確認してノウハウもあったので、これで確認すれば特に問題もないということで行きまして、それで最終卒業試験みたいなもんで、一緒にあの開発ドライバーの加藤博之と一緒に乗ってて、あこれで3代目かということで、323334も評価どう評価するんだいって表現してみろって言ったら、彼が32は今からすればもうほのぼのとしてると、で33はやっぱり竹だけしかったかなと、34はやっぱり洗練されてる感じだ、あのリアのアンダーカバーでデフに入ってくるあの風なんかの音がなくなって、非常にこう洗練された感じがしましたということで、まあこの1台2台3台で、まあ味は3台というか、まあ、やっと本当はあのグルメの方にも味わっていただけるレベルに達することができたのかなって、これも本当の唯我独尊 の自画自賛ですということで、どうもご清聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しいお話でどこでストップかけたらいいか私も悩みまして、ちょっと時間引き延ばしてしまいましたけれども、この後ですね少しだけ休憩タイムを挟みまして、クロストークタイムというのを行いたいと思います。で、まあ、本来でしたら10分ぐらい休憩取ろうと思ったんですが、まあ、皆さんお話を、ね、聞きたいと思いますので、そうですね7分ぐらいすいませんどうもですけれども、いえいえ、ちょっとねお手洗い休憩タイムにしたいと思います。ですので、開始をですね、そうですね遅くても25分、3時25分から、クロストークタイムを開始したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。